うん、おはようございます。ヒロト君いつも早く頼むわって言うお願いしてくるから。仕方ないな。 GPS まで作ろう。結構重いなあ。イージーイージー40 40またイージー40めっちゃイージわ。弱い弱い。40バリージ。ジョジベリージ。ほんと40昨日三角。竹ちゃん行きましょう。
真撮りましょう。沖縄県の締めで。よっしゃ。沖縄締めで。俺の影に隠れない。なるほど。どうやってやったの？ポーズ。はい、写真撮ります。誰ですか？でか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 はい、じゃあ行きますよ。はい、じゃあ行きまーす。はい、お疲れ様です。下手くそ、下手くそ、黙れ黙れ。ナイスボタン。 うわ、 ナイスボタン。 サンキュー。 頑張れ。
ちっちゃいとかないじゃないですか。俺結構服とか好きなのに、いい、なんか、いやいいなと思うやつ着れない。ぐらい。俺と一緒だ。いいなと思うとズボンは入れない。俺と一緒だ。それぐらい？そう。それぐらいか。なんか建物の中に入るときとかなんか。ベッドがちっちゃいところですか。ベッドがちっちゃい。俺ちっちゃくな。これでちっちゃくなる。あ、そういうこと。もともとなんかそんなでかくなんかこういう感じで寝ようとしてないから。あ、ちっちゃくないと。あ、可愛いね。なんか小も小さく。小さくなってみたいな。だから全然そこにはもう困らない。シングルベッドダメじゃないって言われるけど、いやシングルベッドだめ、下手したら頑張って。マジっすか。絶対どこでも寝れるもん。結果シングル俺無理だね。そう動くから。これきつかったです。すっごいきつかったですけど、でもまあ体はまあ徐々に戻ってきてるのでいい感じかなって。どうするジョージ。もう。新潟と比べると天気が良くて、あったかくて、もうなんか この季節にこんだけ元気よく動けるのがもう嬉しかったんで、楽しかったそうです。毎練習後ランニングしてますけど効果は？まだ出ないですね。継続は力なりなんで、もっと継続します。じゃあ延岡終わった後にもまた聞きますね。お願いします。効果。はい。ちょっともうちょっとコメントください。嫌です。沖縄キャンプ終わりました。コメントください。沖縄終わりました。素晴らしい環境ありがとうございました。沖縄に向けて、いい準備します。失礼します。どうですか？沖縄キャンプ終わりましたけど。沖縄キャンプですか？まあ疲れましたね。まあ成長できたと思うんで、ここからまたビッグになっていこうと思います。いいコメントありがとうございます。うーす。あんまりいい天気がなく、昨日一昨日は激寒で、まあでもすごい充実したこのチームメイトとか、まあ、スタッフとかのなんていうんですかね、コミュニケーションも取りながらも、まあいいキャンプができたと思うんで、まあ、ここから宮崎、まあ、まだ長いですけど、まあ、多分めっちゃ寒くなるって聞いたんで、もう体調に気をつけながら頑張っていきたいと思います。疲れの方はどうですか？疲れですか？疲れ、あーでもまあありますけど、まあ、でもなんかすごい楽しくキャンプをできてるので、なんか終わった後こうやってみんなでリフティングするのもなんか楽しみに、うん、もったいないです。なんか全部今日もだって意味わからんすもん。なんかだって取りに行かなくていいやつ取りに行ってとか、そう、でもなんか助けな怒られるっていうか、ああ優しさで、優しさで行っちゃうから、優しさが出ちゃってるっすから、ね、優しいがゆえのね。そうす。いやでも俺そんな、俺1回っす。1回か。キャンプはインパクトが強いだけどな。多分そうっす。負け方の癖がやるっす。一回落とした時の負け方がそういうことか。延岡でもリフティング期待してます。延岡でももうバチバチ頑張ります。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、ありがとうございました。